こんにちは。今回の動画は、じゃーん、こちら。iHerb 購入品ご紹介していきたいなと思います。はい。まあ、リピートが多いんですけども、それだけ気に入っているいい商品だなっていうことになるかなと思いますので、よかったら参考にしていただけたらなと思います。まずはそのリピート品なんですけど、じゃーん。定番ですね。私の中では定番のこちらのマヨネーズをリピートしました。今回もうストックがなくなったので2つ注文したっていう感じなんですけど、どうしても朝のサンドイッチがね、美味しくなるので、このマヨネーズを使いたいっていうのがあります。まあ、それ以外は普通にキューピーのピンク色のキャップのですね、カロリーハーフになってるやつ。コレステロールがハーフになってるのかな、それを使ってたりするんですが、朝のサンドイッチだとか美味しく作りたいマヨネーズ料理の時はこちらのマヨネーズを使っています。とっても美味しいのでおすすめでございます。はい。でこちらのですねマヨネーズを買う時はいつもケチャップもね買っていて、それもすごくお気に入りなんですけれども、今回は購入してないです。なぜならですね、私、時々ですね、こちらの、カロリーハーフのやつなのかな、塩分と糖質がカロリーカットされているカゴメのケチャップですね、こちらもたまに使っております。まあ、カロリー調整っていう感じなんですけども、美味しいケチャップとマヨネーズ使いたいんだけど、いつもいつもそれ使ってるとちょっとカロリーが気になるなとか、ちょっと絞りたいなっていう時はですね、こういった、ハーフカットされているものっていうのを使ってたりするので、まだストックもあるということで今回ケチャップは買ってないんですが、ケチャップもすごく美味しいです。なのでナポリタンだとかオムライスだとか、そういったものを作るときにはですね、ぜひiHerbで購入できるケチャップを購入していただいて使っていただくとすごく美味しくできるかなと思いますので、まあ、その辺は調整しながらなので次回買いたいなと思っています。で次がリピートはね、次これか、はい、こちらになります。これはエブリワンのハンドソープになります。これもですね気に入っていて結構リピートしてるんですよね。で一回ため買いっていうのかな、まとめ買いで結構たくさん買ってたっていうのもあったので、久しぶりに買った感じはするんですけれども、これもねすごくいいです。でこちらのハンドソープと、あとねボディーローションも気に入ってます。はい、こちらがですね今使いかけなんですけど、ボディーローションになってます。こんな感じ、まあ、香りとかもいろいろあるんですけど、すごい気に入っていて、ボディはもちろんなんだけど、最近はこれをハンドクリームとしてですね、こうやってちょこちょこ使っています。お気に入りのねハンドクリームに使っていたものがなくなってしまったので、こちらのですねエブリワンのローションをハンドクリームの代わりにして、お家でお料理したりだとか、あとお掃除だとか、あと本とか読んでるだけでも、書類とか触ってるだけでも潤いが奪われていくので、でこれはですね冬だけじゃなくて夏も一緒なので、こまめにですねこのポンプをプッシュしながらですねハンドクリームをよく塗るようにしています。でこちらのボディーローションもすごくいいんですけど、今回はこのなくなっていたボディーソープを購入しました。結構ねスペアミントとレモングラスということで爽やか仕立てになってるっていうのと、手を洗ってすぐに家事をしたりだとかお料理をするときにあんまり手に残らないっていうのすごく大切なんですよね。それはねハンドクリームも一緒なんですけども、そういったところでですねこのエブリワンはすごくね使い勝手がいいなと思ってますし、もちろんね潤うっていうところもあるので、すごく気に入っているものになります。でリピートで購入したのは以上なんですけど、後からね買っておけばよかったなと思ったものがあるんですけど、それが何かっていうとこちらになります。はい、トーストにですねこのピーナッツバターを塗った後にジャムを塗る、まあ、アメリカではポピュラーな食べ方なんですけども、ピーナッツバター&ジェリーっていう食べ方があるんですが、このブームがまた来たんですよ。なのでまあジャムは結構あるんですけれども、このね、ピーナッツバターを買っておけばよかったなって後から思ったので、次回購入したいなと思っています。はい。
結構ね、癖になるお味なんですよね。一度知ると結構定期的に食べたくなるっていう感じのお味なので、まだ試してないよっていう方はですね、ぜひ試していただきたいなと思います。はい。で、ここからはですね、新規のお買い物になります。まずは、こちらになります。オリーブになります。多分アイハーブで買ったのは初めてかなと思うんですけど、昔からですね、結構オリーブ好きなんですよね。なのでパスタに入れたりだとかサラダに散らしてみたいなことで使ってるんですけども、そういえばアイハーブで買ったことなかったなと思ったので、ちょっと調べて美味しそうなものを見つけたので買ってみました。まだ使ってないのでお味の感想はちょっとまだすぐにはお伝えできないんですけども、もし間に合えばテロップの方で入れておきたいなと思います。で、私がこだわったのはもちろんオーガニックだっていうこともそうなんですけど、まあ、瓶詰めになっているので、私のような一人暮らしで少量ずつ使うっていう時に便利かなと思ったので、こちらの瓶詰めタイプを買ってみました。はい、食べるのがすごく楽しみです。次にこちらになります。こちらはですね、前からティーパックとかよく買ってたんですけど、カモミールティーが好きなので、今回はこういった本格的な原型がわかるものをちょっと買ってみました。やっぱりね、カモミールすごくね、香りもそうだし、味も好きだし、あと効果としてすごく癒されるというか、リラックスする効果が高いなと思っているので、前から好きでちょこちょこ飲んでいるんですが、今回はちょっと本格的に飲んでみたいなと思ったので、ちょうど買いやすいサイズがあったので、こちらを買ってみました。私が大好きなお気に入りのね、スパイスのブランドになるので、とてもね、楽しみにしてるんですけども、まあ、カモミールティーはですね、結構、まあ、リラックスしたい時とか、あと寝る前とかに飲むとすごく効果が高くって、あとちょっと運動しすぎて、なかなか交感神経が優位に立ちすぎて寝れないみたいな時もですね、カモミールティーを飲むと結構リラックス効果が高くって、睡眠導入にいいなと思っているので、飲むようにしているんですが、今回は本格的なものをいただいてですね、ちょっと飲み比べというかやってみたいなというふうに思っております。はい、こちらもねすごい飲むのが楽しみです。次にこちらになります。はい、オリーブオイルを買ってみました。アイハーブね、たくさんオリーブオイルがあって悩むところなんですけども、前回までは私すごくお気に入りのね、こちらのやつ、これを買ってたんですよ。大容量だし癖がなくってすごく美味しくって、パッケージも素敵なので、こちらをね気に入って買ってたんですけども、人気があるのか、なかなかね在庫がなくって、もう待ちきれなくってもうなくなっちゃったので、代わりに美味しそうなものを探してみました。こちらになります。結構ねギリシャの、オリーブオイル私好きなんですよね。なのでいいかなと思って買ってみました。まあ、容量的にはですね、いつも買ってた方の方がお得ではあるんですけれども、まあ手に入らないということなのでしょうがないなと思ったので、今回はこちらを買ってみました。パッケージもね白でおしゃれだなと思ってるので、ここも選んだ要素なんですけども、まあ美味しいんじゃないかなと思っておりますので、こちらも使うのが楽しみです。はい、私の中でね、パッケージがおしゃれって結構重要だったりするので、こちらもそうですけどね、パケがおしゃれであるっていうのはね、結構優先度の高い条件ですね。はい。でも味も多分間違いないんじゃないかなと思います。アイハーブでまずいなって思ったものは、そうね、まああるっちゃあるんですけれども、まあこういったオリーブオイルとかじゃなくて、やっぱりちょっとインスタント系のやつとか、そういったものはですね、ちょっと口に合わないなと思ったことはあるんですけども、まあこういう調味料だとかそういったものでですね、まずいなって思ったことはないので、こちらも美味しいんじゃないかなと思っております。はい、次にこちらになります。じゃーん、かわいいクマのマークが可愛いやつなんですけど、これ昔私ね、カップになっててレンジでチンしたら食べられるプロテイン入りのマフィンみたいなのを買ってたところで、結構有名なブランドのものになります。ですね、使い勝手も良かったし、味も気に入っていて、プロテインも結構入ってたっていうところで、すごくね、お気に入りのブランドだったんですが、それがアイハーブでもお取り扱いがあるっていうことに気づきましたので、今回買ってみました。パッケージもめっちゃ可愛くないですか？おしゃれ。
すごい気に入ってます、まあ、先ほど言いましたけど、私パッケージがとても大切なので、こういうものがですねキッチンにあるだけですごくテンションが上がるなと思ってるので、ここもね選ぶ時のね大切な要素になっております、まあ、その点でもめちゃくちゃ可愛いっていうのもあるんですけれども、その昔買ってたカップケーキもすごく美味しかったので、多分これはパンケーキミックスとかワッフルミックスになるんですけれども、美味しいんじゃないかなと思っています。こちらもね作るのすごく楽しみなので、まあ、作っているところだとかレビューもですね別の動画でご紹介できたらいいなと思っております。かわいいね、パワーケーキって書いてあるから、やっぱりプロテインとか入ってるのかな、これに。うん、入ってますね。プロテインが 15g っていうのと、あとバターミルクっていうのが入ってる。結構ね、パンケーキにこのバターミルクが入ってるやつってすごく美味しいんですよ。なので、選ぶときに必ずバターミルクが入ってるタイプっていうのを私は選ぶようにしています。そして、最後になります。最後がこちらになります。はい。まあ、有名ですよね、ここのやつ。ここのですね、クリーナーっていうのかな。何にでも使えるマルチクリーナーみたいなのを買ってみました。これはですね、私が今すごく断捨離やってるんですけども、その中でですね、参考にした本の中で、こちらをですね、お使いになってるということで、気になって買ってみたものになります。まあ、私はですね、スワイプっていうところのものもすごく気に入っていて、それも愛用しているんですけれども、まあ、こちらもちょっと使ってみたいなと思って買ってみたものになります。まあ、ただしですね、私ここのブランドの匂いがですね、香りがあんまり好きじゃないんですよね。結構強めに感じちゃうんですよね。なのでちょっと気になるところではあるんですけれども、でもね、ちょっと使ってみたいなっていうのと、あとパッケージはすごく好きっていうところもあったので、ちょっと買ってみました。はい、ちょっとね、やっぱり香りがね、この段ボールの端につけてみるんですけど、こんな感じで出してみました。今こんな感じで出したんですが、まあ、いろんな香りがあって、一番私大丈夫かなというものを選んではみたんですけれども、やっぱなんかちょっと強いなと思うんですよね。私だけかな。大体無香料が大好きなので、あとは微香ですね。もうほとんど香りが残らないものが好きなので、ちょっとね香りが強く感じますね。まあ、でもこの辺は好き好きかなと思ってます。嫌いな香りじゃないんだけれども、結構強く残るなっていうのがあるので、ちょっと気になるところではあるんですが、まあ、でもね使っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで iHerb の購入品をご紹介させていただきました。今回は新規で購入したものも結構多かったんですけども、まだ全然使えてないので、レビューだとか感想は今後の動画でご紹介できたらなと思います。またはね、インスタグラムっていうこともあるかもしれないんですけれども、使ってみていいものはどん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 ご紹介していきたいなと思っております。そして iHerb にはですね、紹介コード、割引コードというコードがありまして、こちらを使っていただくと割引で購入できるシステムになっています。誰のコードも知らないよっていう方はですね、よかったら私のコードを掲載しておきますので、こちらを使って賢くお得にお買い物していただけたらなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。